続いてイチオシ情報です今週のテーマは吉川一点一品2021年はウェブ版でリニューアルです <laughs> はーいえ、ね、まずこの吉川一点一品とは何なんだろうねということで簡単に説明させていただきます平成17年に吉川市商工会で始まった 吉川一点一品プロジェクトこちらは吉川市のお店の優れた一品を創出し消費者に向けて情報発信という、ね、壮大な事業なわけですねこちらは吉川市の商工会の会員の事業所こちらに加入されている方でかつこの吉川一点ピロプロジェクトに えー、参加する、まあ、委員会という形になっているらしいですけれども、えー、こちら60社ぐらいが参加されているそうですで、毎年活発な意見を出し合いながら運営しているということですが、特にここ数年は以前にも増して、すごい勢いで意見が飛び交っているということで通常のシーンとした会議ではなくて、もうワイワイガヤガヤやっているようにお聞きしています。 昨今のコロナ禍令和3年元旦に吉川一点一品のウェブがリニューアルいたしましたパチ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 でそれについて吉川一点一品プロジェクトの中里委員長と村越副委員長にインタビューをしてきましたのでその模様をお伝えいたします はい、それということであのウェブリニューアルということですけど、まあ、以前から確かにあったわけですけど今回リニューアルということでなんか素敵なホームページになっているのを私もあの実際に見て確認をいたしましたで、なんか例年、ね、より細かいこと書いてあるよねっていうのがすごい気になったんで、えー、先ほど言ったように中里委員長と村越副委員長にっていうことでしたけど、えー、中里さんは委員長で、えー どういう趣旨でこう、ね、ホームページを作ったんだよというお話を聞いてで村越さんというのはこうホームページとかも、ね、作ることができるコンピューター系のお仕事をされている方なので、えー、まあその辺のご苦労話とか、ね、聞いてきましたでリニューアルのポイントということで中、えー、澤さんにお聞きしたところ、まあ、冊子というのののはその時点の いい情報が載せられるんだけれども紙ベースだとその時点の情報で固まってしまうので今年はウェブに注力をしてリアルタイムな情報をお客様に提供するということでね今年はそこら辺を注力したいんだということでしたねで、まあ、あとは、えー、村越さんのお話聞いたところ、まあ、QR コードスマホやなんかの、ね、カメラモードで パシャってやると、あの黒と白のコショコショっとした例のやつですけれど、えー、それを映すこと、商品がポーンと浮かんでくるとかね、そういった形で、商品の魅力もね、あの大きな表示をすることでお伝えできるようにっていうことをね、気にされたというふうにね、お聞きしております。 こういった形で、まあ、紙ベースのものっていうのを全否定するんじゃないんだよというところで今月、2月のうーん頭に新聞にチラシが入ってたの皆さん覚えてますか、2021年版リニューアルなんていね、A4 の桜色の吉川一点一品ウェブ版っていうのがね入ったかと思うんですけれど。 こちらで、えーと、お店の方、皆さんね、マスク外して、すごい素敵な笑顔で、えー、の乗ってらっしゃるんですけれども、こちら、こう紙を見て、やっぱりこうウェブの方にも来てくださいってことなんですけれども、ね、最近はね、なんか、顔を隠した広告ばっかりだったんで、店主さんたちのね、あえてマスクを外した、素敵な笑顔で、 安心安全な買い物ができますよってことをアピールしたってことでね、お聞きしています。本当皆さんね、この大変な中ね、素敵な笑顔でね、答えてくれてて、覚えてらっしゃる方もいるかと思います。さて、あとですね、ホームページにして、ホームページってなんか更新がされないようなホームページもね、よく見かけますけど、この 吉川一点一品プロジェクトは頑張ってますよ2日にいっぺんぐらいねあの新しい情報が確実に載っております、ね、この1ヶ月ちょっとちゃんと載ってるっていうのはこれはこれで大したもんだなっていうふうにすごく思いますでまあこのウェブの担当の人間だけでは情報更新ができないということで、えー、各商店の皆さんのね ご協力もいただいて、あのー、更新をされてるということです。はい。で、そうですね。まあ、最後にまあ、新しい生活様式っていうのがね。最近言われてますけれども、えー、まあ、こちらの新しい生活様式安全宣言に込めた思いということで、えー、みんなで力を合わせて安心。安全で。 えー、お買い物をしていただいて頑張りたいなということでしたので、はい、みんなも市内でお買い物をたくさんしましょう。はい、ということで「吉川一点一品」の詳しいことは、えー、ウェブ上で検索「えー、吉川一点一品」で検索していただくといろいろな情報が出てきますのでそちらを参照してください、まあ、逆に一度絶対見るとおすげえぞって思うと思います。 吉川のホットな情報を毎週金曜日にお届けする「金のナマズ」今週はアローアックンでお送りしました来週もお楽しみに